解約書あげてないんで。ほら、証拠が一通り上がった段階で、今、どうするんですかって聞いてるんで、どうするのか教えてもらいたいんですよ。裁判、係争中は別にして。じゃないと、こちらまた、消毒会行くことになるんで、もう判決出たんで、控訴はまた別として、また警察呼ばれちゃうかもしれないですけど、以前の担当者は証拠があるっつっても自分たちで調べようとしないで移動しちゃったわけです。ただ今回のあなた方は全部もう裁判の係争中のあれで証拠が上がって、どこを問題だったとか全部分かってるわけじゃないですか。発言も含めて、向こうの言動も含めて、その状況で行政指導するなり処分するなり何かしないんですかっていう、行動は起こさないんですかってことです。聞きたいのは、ほらこちらされっぱなしになっちゃうんで、許認可機関が動いてもらわないとまた再犯起きちゃうんで声上げてるんですよ。どうする方向で教えてもらえます？あと数分でじゃないと、もう2時間経っちゃって、駐車場もう一回帰りますけど、どうします？帰ってくれるまで来ますよ。そうなれば、前任者全員呼んでもらいますよ。この発言してた人たち、だってあれだけの発言したんですもん。謝罪しなかったらおかしいでしょ。なんで税金で働いてるあんた方にあんなこと言わなくちゃいけないんですかね、っていうことなんですけど、対応しないんですか？向こうから聞き取りしないんですか？どう判断するのかだけ教えてください。今ここで回答できないのは分かってるんで、じゃあそれを上に上げて全部その課で、判断して回答をくれるのかどうするのかっていうのを、仕事の流れとして教えてもらえば、期限切って。黙っててもしょうがないんです。もう時間ないんで。どうします？もうあなた方がここ2人で回答できないのは分かってるんで、だからここでまとめて言われたことを含めて、再度資料を読み直してもらって、再度向こう消毒会に聞き取りするのか、それとも課で内容をまとめて精査して、あなた方に問題があったのかなかったのかっていうことも含めて精査する気があるのかないのか。じゃなくて、このままだったら介護施設やりたい放題ってことになっちゃうんですよ。私がこの年代だから声を上げられてるんですよ。これ老老介護で、介護家族が高齢者だったら声を上げられるわけないじゃないですか。裁判まで起こして。全然なかったことを言ってるわけじゃないので、ぜひこのタイミングで変わってもらいたいから声を上げてるんですよ、私も。それでも栃木県、介護事件、もみ消されてるんで、どうします？ほら、流れだけ教えてくれれば。黙っててもしょうがないんで、速やかに対応してください。どうするの？
黙っててもしょうがないんですけど、ね、決めて回答してください。どうするの。今度来るときは課長同席にさせるよ、そんなことやってると。あなたが窓口になるんでしょ、それで対応してるんでしょ。だったらあなた方が窓口になって課で話し合うのか、課長も含めてね、今回これだけの問題になってるわけだから、で証拠も全部上がってる段階でこの話をしてるんだから、指摘できるのは分かってるよね、向こうに。あなた方がやってないだけで、今まで。どうするの。今日回答しろとは言わないから。どうするの。それ回答してくれなかったら終われないじゃん。どうするの。答えて。どうする。本当に時間はあれなんで。じゃあ高齢対策課の担当者は答えられないからってことで、じゃあ県知事の方に行った方がいいの。いえ、そんなことはないです。いや本当に行っちゃうよ、答えてもらえなかったからって。どうする。連絡はどうするの。連絡